はい、本日はサンマリンスタジアムでロッテ対日本ハムのゲームを中継しました。ともにねちょっとこう2年連続で下位に低迷するチームなんで、まあ、逆に言えばそれだけ若い選手にチャンスがあるのかなと、まあ、もういうふうな中で、ゲームを見せてもらいました。まあ、私もねお世話になった日本ハム、まあ、やっぱここは、まあ、あの野村、万波、まあ、清宮と非常にこの若い3選手、まあ、能力が高い、選手を注目してみたんですけど、まあ、特にまあ気になるね、皆さんも清宮非常に気になってると思うんですけど、まあ、今日の結果だけ見ればね、3三振に、最後満塁でのセカンドゴロダブルプレーと、まあ、ちょっとこう状態自体もね、悪いのかなというふうな思いもありますし、まあ、皆さんの期待が高いだけにねちょっとこういろんなことで、まあ、悩んでるのかなというふうなね、打席の姿に映りました。まあ、簡単に一言で言えば、間がないというね、この間がないというのはまあ、言葉で言うのは簡単なんですけど、やっぱりしっかりその軸足に乗ってよくボールを長く見るとかっていう風なね表現をしますけど、少しその自分のポイントまでボールを引きつけられないような、そういう風な今日見てましても内容かなという風に思います。まあ、もちろんね、こうボールを見逃す時のやっぱ踏み込みというのもね、ちょっと弱いような印象を受けました。どうしてもその左バッターの場合はファーストに走るのでね、まあ、不調になるとかかと体重になってね、ちょっとこう打つ瞬間にお尻の方というんですか、一塁側に体重がかかってしまって、バットがのヘッドが外回りしてしまうと、その分ヘッドスピードが出ないというふうなね、そういうふうな状態に陥りやすいんですけど、まあ、今日の球面を見てましても、少しそういうふうな兆候が見られました。まあ、あと、まあ、打つ方ばっかりにね、目が行きがちですけど、まあ、今シーズン清宮は守備の方でもね、まあ、なかなかこううまくいかなかったことが多いと思うんですけど、まあ、今日のシートノック見てましても、まあ、シートノックなんていう、まあ、ファームの場合はシートノック非常に大事なんですけど、まあ、そういう中でも2つまあエラーして最後のホームではノッカーの頭の上をね行くぐらいのその悪送球を投げてしまったんですけど、まあ、その辺の、まあ、シートノックだからとか、まあ、練習だからというふうなね、そういう思いではなくて、もうそういうところからきっちりと取り組んでいかないと、もう才能的にはねボールを遠くへ飛ばすというふうにはいつも言いますけど、そういう才能はあるんですけど、もうちょっとというところ、そこをやっぱり突き詰めてやっていかないと、やっぱりどんどん、もう来年4年目ですからね、4年目5年目と月が経ってくればね、また新しい選手が出てきますし、とにかくもうそれを今から明日からね、そういうふうな意識で取り組まないといけないし、コーチもそういうふうな意識で取り組まさなきゃいけないと。ですから、打つ方ばっかりじゃなくて、そういうところ基本ですよね。基本ができてくれば勝手に能力がある選手なんで、ある程度の結果がついてくると思うんですね。ですからもう一回基本に帰って、そういうところからやり直した方がまあいいんじゃないかなというふうに思います。まああと、この野村と万波ですね。まあ共に高卒、まあ清宮も含めて2年目、3年目の選手です。まあ、この野村という選手は、まあ、高校時代投手からプロに入ってね、野手に転向して今年のオープン戦であのすごいこうホームランを打って、まあ、あのまっすぐ一本でいったとしてもですね、あの速いまっすぐに振り負けずにね、ホームランを打てたというスイングスピードの速さ、まあ、ここを出てね、2年目3年目でもうキノバットに対するねある程度のその順応性もできてるんじゃないかというふうなことで非常に注目して1年間見てました。まあ、野村の場合はちょっとね、開幕して怪我があったりして、1年間1軍に入れなかったんですけど、まあ、1年間ね、1軍で、1軍にいて試合に出続けた時に、まあ、どういうふうな成績が残るのかなというふうな、ちょっと残念やったなというふうな思いがあります。彼の魅力は、まあ、今の最近の子はね、僕たちと違って、足も長いし手も長いんですけど、やっぱインコースをさばけるという、そういうふうなところが、まあ、彼の僕特徴だと思うんですね。でも今日も3打席3三振した最後の打席で高めに浮いた変化球を右中間にツーベースを打ったんですけど、まあ、いつも言いますようにいい選手、やっぱりこの世界で長く生きていく選手というのは試合の中での修正能力、また打席の中での修正能力が長けてる選手がやっぱり結果を残してくると思うんですね。今日は確かに野村に対してはオリックスの投手陣非常にアウトコースのコントロール、そして低めの変化球の制球が良かったです。まあ、そういう中でやっぱりちょっとこう開き気味だったんですけど、最後の打席だけはしっかりそのアウトコースというのにねある程度狙いを定めて、まあ、右中間方向に打ち返したというところに、まあ、非凡なものを感じました。あと万波選手、まあ、万波はちょっと似てるとコンパクトに振ろうというふうなね少し意識が出るのかなと、まあ、ちょっとこうステップを小さくして、体、
なんですね、体の体重移動を少なくしてコンパクトに振ろうとしてるんですけど、なんか本来の万波のスイングではないようなね、ちょっとタイミングもどうしても、さっき言ったように軸足に、右足に体重が乗ってない分だけね、少し上体の手打ちという、おそらく多分上体も強いと思うんですね。だから手打ちという風な少し打席が目立ちました。もう一回ね、もちろんこのフェニックスリーグの結果も大事ですけど、まあ、彼の一番持ってる能力をしっかりバットに伝えてあげられるような、しっかり軸足に乗ってその速いボールを打ち返せるような、練習、また逆に遅いボールをしっかり、体重軸足に乗してバックスクリーン方向に大きい打球を飛ばせるような、練習をすればね、また万波の良さが出てくるんじゃないかなというふうに、思います。あと、オリックス、どうしても僕の場合野手なんで野手に目が行くんですけど、2年目の太田、そして、ルーキーの1年目の紅林、お二人とも一軍を経験してですね、来年また一層のね、ホップ、ステップ、ジャンプじゃないですけど、練習見てましても、太田のスイングっていうのはね、非常にバランスがいいですよね。ちょっとタイミングの取り方が、巨人の坂本っぽいね、ゆっくり大きく取ってっていうところで、1打席目に1打席目も初球のね、まっすぐを左中間のフェンス直撃のに有利だと。ただちょっと気になるのは、ルーキーとしても去年もね、怪我でやっぱりこの戦線離脱してるというところが、気になってたんですけど、2打席目の初球にね、左の、脇腹にデッドボールを受けてですね、そのまま交代という形になったんですけど、こればっかりはね、別に狙って当てられたわけじゃないんですけど、これからね、レギュラーになっていく上では、もうこの怪我ね、こんなもん誰も怪我しようと思って怪我せえへんねんけど、怪我に強い選手になって、もう来年3年目ですからね、もう二遊間のレギュラーに割って入れるぐらいのね、ものがあると思いますんで、とにかく怪我をせずにね、来年のキャンプからオープン戦、過ごしてもらえれば、非常には楽しみなね、右打者であれだけボールを遠くに飛ばせますし、タイミングの取り方なんていうのもね、非常にセンスを感じる選手です。紅林、一軍でね、少し、今年の場合、出場して活躍もしたんですけど、まだまだこれから課題が多いなと。ただまだまだ2年目です。来年2年目ですから、全体的なパワーアップですね。ちょっとまだやっぱり開きが早いというふうな、ちょっと癖がありますんで、しっかりボールを捉えてから打つと。まずしっかりボールを捉えるというふうなタイミングをね、掴めば、ボールに当てるセンスなんて、またスローイングもいいですからね。来年とりあえず2年3年すればね、こういうふうな2人が一軍のレギュラーに定着するようになればね、オリックスというのは分かるんじゃないかなというふうに思います。あと、やっぱり目立ったのが、大下、今年、育成から支配下に登録されて、初打席初ホームランっていうね、記録よりも記憶に残る活躍をした選手と思うんですね。で、彼のいいところはやっぱり元気がある、それをハングリーさがあるっていうんですかね、見てましても練習の時からね、非常に大きな声を出して、ゲーム中もね、非常に大きな声を出してやってますんで、おそらくそういうところも、やっぱおとなしいオリックス、なかなかね、いい時はできるんですけど、こうチーム状態が悪い時っていうのは、これ元気でね、ベンチにいるっていうこともよくありますんで、それに付け加えて、今日も、2安打打ってましたけど、ボールに対して開かないというふうなね、そういう強みがあると思うんです。ただこのよく言う、怖がるというのはなかなかね、このプロ野球で対戦しないんですけど、ボールを怖がらないというね、そういう大下の強みがありますんで、これから、来年以降ね、どういうふうになっていくのかっていうのを注目してみたい選手です。で、最後一つね、気になったのが、後藤、俊太。ちょうど2000、ね、ルーキーの年に私、タイガースのコーチしてまして、コーチの、春野かな、で、オープン戦した時に、高校生でこんなにね、バットコントロールの柔らかい、崩されてもうまく打つような選手がいるんだというふうに、すごくびっくりした記憶があるんですね。ただこれから長いね、あれからもう数年、もうすぐ10年ぐらい経つんですかね。だからいろんなことを試行錯誤しながら、なかなかそのレギュラーに定着できないと。今見てても、そのすごく打席の中でいろんなことを考えて、やってる、取り組んでると思うんですけど、後藤選手の場合は全てのボールをね、完璧に打とうとしすぎなんじゃないかなと。バッターっていうのは、ほぼ崩されてから勝負っていうところがあると思うんです。それを全て完璧な形で打とうとすると、なかなかその崩されるのを嫌がるとね、なかなか特に右投げ左打ちのバッター、難しいと思うんですね。後藤選手の場合はそんなホームランをバンバン打つようなタイプじゃないので、とにかく少し、ポイントを前に置いてね、崩されても対応できるだけのものがあったんですから、
まあ、今日見てても全部その打席でちょっとこう差し込まれ気味というんですかね、そういうふうな凡打が多かったですから、もう一度その後藤選手の、まあ、野球選手は抜群と思うんでね、少しポイントを前に置いて崩されてからが勝負だってぐらいのね、それぐらいの意識でやってもらえればまだ違った、結果がね、まあ、出てくると思うし、例えばもうインコースをレフトにとかアウトコースをライトにぐらいのね、それぐらいのなんか意識でもってやってもらったらいいと思うんですよね。なんかインコースは完璧に打たなきゃいけないと、カーブは変化球は待って打たなきゃいけないとか、そういう風なタイプじゃないと思うので、持ってるね、持って生まれたこのセンスの良さを生かしてね、なんとか来年はね、レギュラー出しできるような、そういう活躍を期待したいと思います。